にちは、尾形ゆりなです。こんにちは、担当の中村です。今日は私が足を負傷しちゃったんで酔っ払って、だからその足を使えないっていうことで、みんなが大好きな足が使えないんですけど、まあ違う上半身の、今日はここですか。今日は背中ですね。背中、はい、背中でも、チューブの この広背筋あたりをまず1種目目やっていきたいと思います。それとあとは腹筋がちょっと隠れてるようなので、腹筋もやっていきましょう。はい今噛んだいつも噛んでます。いつも噛んで自分はじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは1種目目参ります。はい、今日はこのベンチを使って、はい、あとはこれからこれを使っていきます。ケトルベルです。ケトルベル、はい、ケトルベル、はい、爆弾じゃないです。それで怖いから、あの方がないんで。ここからどうするんですの？そんなことはできないです。はい、やったらないですよ。はい。はい。ワンハンドローという種目です。ワンハンドロー。はい。このように、ここに膝を乗っけて、はい、ここでいいかな。ここに手を乗っけてさせます。で、そしたら、背中でも、下背部の腰の方を反ります。反ります。はい。はい、まず反った状態で作ったら、はい、このケトルベルを握って、はい、このように脇を締めながら、開かないようにですかね、締めるというよりはグッと引いていって顔を上げます。顔を一緒に上げるんですか。そうです、はい、でこの時は、腰ですね、注意するのが、はい、丸まらないように常に反った状態をキープしてグッと引きます。はい、グッ、はい、やっていきましょう。はい、それでは反対側ですね。さっきと真逆の体勢になってまたやっていきます。今度は右です。はい、で拾ったら、はじめはね、ちょっと肩をだらっと垂らします。そうで、ここは反る。そう、反りいきます。せーの、グッ、そう、1、素晴らしいですね。これ何回かやりました。めちゃくちゃフォーム綺麗ですけど。多分これはないんですけど、でもでこあ力でケーブルの、そうそう、あ、やりました。昨日なんか一昨日、はい、これとかにもちょっと似てるかな。ああ、なんかね。それなんかわかんないですけど、うん、うまいです。ありがとうございます。よくできましたです。ありがとうございます。はい、花丸もらいました。はい、すごいすごい。今もこれ3種目目ですね。はい、はい、交互に15回ずつ。そうです、そうです。はい、わかりました。はい、じゃあ次の種目参ります。はい、はい、それでは次、2種目目は腹筋いきます。はい、で腹筋なんですけど、腹筋と前もやったんですけど、前鋸筋を同時に鍛える腹斜筋と鍛える種目をやっていきます。はい、では初めにやってみせます。はい、胸がすごい。ここに水たまりそう。そうですか。エクセレント。ちょっと影です。これは。すごい。さきます。こういう動きですね。上げるんです。そうです。これは腹筋なんですね。これ腹筋です。で、顔の真上にこのように持って、はい。まっすぐ上げる。で、背中は半分ぐらいですかね。はい。全部上げなくていいです。はい。半分ぐらい。うん。という動き、はい、はい、そうですね、思いっきり腕を上に伸ばすようなイメージです。上に伸ばすんですね。はい、上がるかな。上がります、上がります。じゃあでは、そう、握ったら
顔の上です。足ってこれはどこに置いてますか？足はですね、ここに引っ掛けられれば引っ掛けたいところですけど、まあ、その辺でやっていきましょう。はい、はい、このまま思いっきり腕を伸ばして、そう、顔はこれ見たままでいいです。そう、そうです。で、背中半分、そう、上部いきます。あとはこの前鋸筋、ギュッと前に出すことで、あ、前鋸筋にもいいんですね。そうなんですよ。以前出た、なんか格闘技の名前、パキョパキョパキョ、そこです。パキョ筋、パキョ筋です。が同時にそうす鍛えられる種目です。はい、はい、もう一回いきましょう。はい、次は20回。はい、はい、それでは3セット目、はい、次10キロに増えました。はい、いけます。さっきね、5キロで15、15いけてたんで、はい、はい、次はこれで10回、まあ、はい、できたら15回、はい、はい、やっていきましょう。はい、それではスタート。そう、1、2、3、プレート見てていいですよ。4、5、6、もっと高く、7、8、9、もっと高く、10、1、上止めるような感じ、はい、2、そう、3、そう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 、ちょっと止める、4、5、もう一回いこう、もうちょい、OK、はい、OK、これ17回なんでいけそうだったので、いけるところなんで、まだ申し訳ないです。いや、うちさ、こっちから撮るでしょ。え、下目朝と食べてたんだけど、でもこれは筋トレになるんですよね、ぶら下がって。ならない、ならない。それ引っかかってるだけ。握力のトレーニングになるから。ねえ、まだ私そんな力ないよ。いやいや、結構難しいんだって場所。いいですか、マジで。チンニングやる。そうか、これらしい。お、いいっすよ。野菜注射後ろに組んで、どういうこと、どういうこと。上がるぞ。一回やってみて。踏んだら、これで俺が負け。せーの、うおー、そう、これでやるの、うおー、そう、そう、きつい。これ動画撮ってる。これ面白いでしょ。これきつい。あっさがトレーニングになっちゃうせん、こうやって。重い。よからじゃない、よからじゃない。アームカールになっちゃって。アームカールわかんないけど。やばいですよね。やばい。でも今子供が何か高いとかやったら、あ、楽しそうだと思います。楽しそう。はい、はい、それでは3種目目も腹筋をやっていきます。はい。次はこれを使ってね、はい、バランスボールです。バランスボール、そうです、そうです、バランスボール、うん、ちょっと違うけどね。を使ってやっていきます。はい、特に細かい説明はないです。はい、はい、とりあえず今日はですね、こめかみに手を添えて、はい、この不安定な状態でクランチやっていきます。そうです。このグラグラ感でやるっていう。淳さんがやると簡単そうに見えるけど、実際バランスボール難しいですもんね。そうかな。やったことありますか、これは。これはないんですけど、ね、違うやつは、あ、でも意外に難しい。そう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 。安定するのが難しい。そうですね。とりあえず、まあ、まずこれでやっていきます。そうそうそう、それでいきましょう。これはですね、回数やっていきます。回数。はい。30回です。はい。はい。いくよ。せーの。そう。2。3、もっと伸ばして、4、5、もっと後ろに伸ばして、7、ストレッチかける、8、そう、9、10、これダメです、そこまでやらないです、ことが抑えない、こんな感じです、3、4、そう、5、バランス崩れないよね、7、8、9、10、あと10、1、もっとゆっくり、2、焦らない、バランス取って、3、4、5、6、そこ、気合わなくていいですよ、そこ、それぐらい、それぐらい、8、9、ラスト、30、あ、きつい、これ、バランスボールがきつい、揺れる、そうですね、もうちょっとストレッチかけて、後ろまで伸ばす、はい、ってやっていきます。はい、1回休憩では3セット目です。はい、さっきまあちゃんと説明してなかったんですけど、起こした時に軽く息を吐く、そう、呼吸としては、そうです、そう、腹
吐かないと横隔膜が膨らんだ状態なのでちゃんとクランチできないです。あとこめかみにしっかり手を添えてゆっくり、そうそうそう、そんな感じです。じゃあ行きます。準備いいですか。はい、はい、行きましょう。せーの、3、1、2、2、3、4、あ、きつ、5、3セットですからね、6、そう、7、8、待って、9、10、11、12、13、14、待って、15、本当に雑魚です、16、17、はい、18、9、20、あと10、1、2、3、4、5、待って、ま、6、7、8、9、10、3、OK です。OK? OK です。これは結構きつい。あの、ふって入れることできついですね。はいはい。まだ慣れてないので。という、はい、流れでした。はい。はい、以上3種目、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。そう。きつかった。相当。きつかったです。はい。ということで、3種目、1種目目がワンハンドの背中で、2種目が、腹筋ですね。はい、以上。以上、尾形ゆりなでした。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。疲れました。